さんこんにちは、料理開拓人の堀田祐介です。今日はね、ついに楽しみにしてた僕の趣味の渓流釣りをお届けしようかなと思ってます。今シーズン解禁して今日が初めての渓流釣りなんですけども、イワナを狙いに行こうかなと思ってます。でイワナを、釣って、そのイワナで、ね、ちょっと川のほとりで料理していこうかなと思いますので、じゃあ行ってみましょう。釣れるかな。でポイントに、到着しました。ここは福井県の大野市というところでして、九頭竜湖が有名なエリアなんですけども、詳しいポイントはちょっと動画ではお伝えできないですけども、僕はこういうふうにルアースタイルですね、ベイトリールを使って、この昔のアブのリールにちょっとトラウトチューンと言いまして改造していまして、でこのアングランドカンパニーさんのセミオーダーできる竿で狙っていきたいと思います。今シーズン1匹目。やりましたよ。割と勝負早かったですね。これすごいね。これすごくね。ちょっと他を